メジャーリーグサッカーのトロント FC 所属。ポジションはセンターフォワード。2006年に16歳でニューヨークレッドブルズからプロデビューを果たし、レッドブルズでの3シーズン目の途中である2008年にビジャレアル CF へ移籍する。ビジャレアル時代には3クラブへの期限付き移籍を経験しており、2009年2月にスペイン2部のヘレス CD、5月には イングランド一部のハルシティ AFC で2009から10、シーズン全体を過ごし、トルコ一部のブルサスポルに半年在籍した。2011年夏から、AG アルクマール、2013年夏からは、サンダーランド AFC へ完全移籍をしている。AG 在籍時代の2013年3月3日に2012から13。 シーズン通算24得点目を挙げたことにより、クリーント・デンプシーを破って、欧州でプレーしたアメリカ人選手の1シーズンでの通算最多得点記録保持者となった。アメリカ代表では、年代別代表を含めて様々な国際大会に出場しており、U-17、U-20。U U-23 で、それぞれ 2005FIFAU-17 世界選手権、2007FIFAU-20 ワールドカップ、北京オリンピックでプレーし、A 代表としては、FIFA コンフェデレーションズカップ2009、2010FIFA ワールドカップ、2011コンカカーフゴールドカップ、2014FIFA ワールドカップのメンバーだった。また、試合出場時には祖先に敬意を表して、 ハイチとアメリカの国旗をあしらったリストバンドを着用している。プロ入り前ハイチ出身の両親の下で4人兄弟の末っ子としてニュージャージー州リビングストンに生まれフロリダ州ボカラトンで育ったアルティドールは幼少の頃からサッカーに親しみボカラトンジュニアサッカークラブシュルツアカデミーサンライズ SC といった南フロリダの様々なユースクラブでプレーした。また、 高校時代にはブレーデントンにあるイングアカデミーで U-17 代表と共に訓練をしている。ニューヨークレッドブルーズ2006年1月20日に行われた MLS スーパードラフトでメトロスターズから全体の17番が目に指名されて入団する。プロ1年の2006年シーズンはまだ高校を卒業していなかったために卒業を迎える12月までの 起用は厳しく、2007年まで出場機会はないだろうと見られており、事実、卒業証明取得のために、シーズンの大半を離脱していたにもかかわらず、8月23日の US オープンカップでの DC ユナイテッド戦で途中、出場により、プロデビューを飾ると、9月16日のコロンバス、クルー戦で83分に28ヤードの距離から、プロ初得点を挙げた。 それから一週間後の9月23日の DC ユナイテッド戦9月30日のシカゴファイヤー戦の得点も含めて7試合3得点を記録した。10月29日の DC ユナイテッドとのイースタンカンファレンスセミファイナル第2戦でクロスから頭でチーム唯一となる得点を挙げたことでプレイオフでの歴代最年少記録を更新し3年後に ダマルカスビーズリーに塗り替えられるまで記録を保持していた。また、2007年8月18日のロサンゼルスギャラクシー戦で2得点を挙げた。ビジャレアル2008年6月4日に移籍金1000万ドルで、スペイン一部のビジャレアル CF との契約に合意しており、この金額はクリーンとデンプシーがフラム FC に移籍した。 サイの遺跡金2 0 0万ドルを上回り、MLS 所属の選手としては、史上最高額であった。6月11日には、細部の交渉を詰めて契約が完了した。9月14日のデポルティーボラ・コルーニャ戦後半から、リーグデビューを飾り、11月1日のアスレティックビルバオ戦で、初得点を決めて、リーガエスパニョーラで得点した初めてのアメリカ人選手となった。 11月30日のレクレアティーボウェルバ戦で初先発出場した。2009年1月30日に同国2部のヘレス CD へ半年の契約でレンタル移籍をし、より多くの出場機会とスペインの分解の適応が期待された。しかし、2009年4月16日に負傷した足の爪を回復させる小さな手術を受け、1ヶ月以上の 回復期間を必要としたため、2008から09シーズンの間に復帰することはできずに経験を積むことができなかった。2009年8月5日に自身のツイッターのアカウントでイングランド一部のハルシティ a f c へシーズン終了までのレンタル遺跡を明らかにし、8月10日にイギリスの労働許可証を取得したことで正式な一員となり、 遺跡金650万ポンドでの保有権、買取オプションが付けられたことが確認された。8月22日に KC スタジアムでのボルトン・アンダラーズ FC 戦後半から遺跡後初出場を飾り、カメル・ギラスの決勝点をアシストして、チームのシーズン初勝利に貢献した。8月25日にカーリングカップ2回戦のサウスエンド・ユナイテッド FC 戦で、 初得点を決めた。しかし、ハルシティでの滞在は決して成功しているとは言えず、ポーツマス FC との試合がある10月24日の朝練習に寝坊をしたことで、フィル・ブラウン監督の怒りを買って、チームから外されたのみならず、その状況を自身のツイッター上で呟いた行為が、さらなる問題に発展し、事態を重く見たクラブ側から、 罰金処分を課される失態を犯すと、肝心の試合では、2012年2月6日のホームでの、マンチェスターシティ FC 戦で上げたい得点のみと、テントリアとしての役割を全うすることができなかった。また、4月24日のサンダーランド FC 戦では、残留に向けた重要な一戦にもかかわらず、アランハットンと口論になった末に、暴力行為を振るって、 体場処分を受ける失態を犯し、最終的に勝ち点をつかめなかったチームは2部への降格が決定した。2010年8月19日に、保有元のビジャレアルに復帰するも、2010から11、シーズン前半戦終了時点で、リーグ戦わずか3試合に途中出場したのみであり、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11では、 全く出場機会が与えられなかった。そのため、2011年1月31日に、トルコ一部のブルサスポルに、半年の期限で、レンタル移籍した。2月13日のエスキシェヒルスポル戦に、先発出場で、初出場を飾って、以降の数試合こそ先発出場をしていたが、4月8日のアンタルヤスポル戦での一得点のみとなかなか結果を、 残せずにいたことで、UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、出場権を争った。終盤戦には先発出場の機会が減少し、ブルサスポルでも成功を得ることはできなかった。エ g ジアルクマール2011年7月20日に、遺跡金非公開でエール・ディビジのエジー・アルクマールと4年契約を締結すると、8月7日に PSV アイントホーフェン。 との開幕戦で後半から初出場を飾って80分に、早速初得点を挙げた。初先発出場をした21日のエフェズ、スタディオンでの NEC 内目編戦で、54分に、ラスムスウェルムのコーナーキックを、GK アスパーシレス戦が引いたところを頭で、先制点を挙げ、19分後に、アダム・マヘルのパスから2得点目を挙げた。それから4日後の25日に、 ノルウェー一部オーレスン FK との UEFA ヨーロッパリーグ2011から12プレイオフ第2戦では63分にハルリソンベンスホップと交代するまでの間に2得点を挙げて本戦出場に貢献しマルメ FF とのグループリーグ初戦では先制点を挙げたそれから少し長い無得点の日々を経て11月16日のアドデンハーグ戦で リーグ戦10得点目を記録して、以降、12月4日の SC ヘイレンフェーン戦で1得点、2月8日のアドデンハーグ戦で2得点を上げていくとともに、チームも好調そのもので、この勝利により、c PSV と勝ち点に並んだ。しかし、その後の優勝戦線に、アヤックス・アムステルダム、フェーノールと FC、トゥーエンテも絡む、大混戦に発展するも、 主位となったアヤックスに勝ち点を離されていく状況下で4月22日の BBB フェンロー戦で決勝点を挙げてタイトル獲得の可能性を残した最終的にアルティドール個人としてはヘルトヤン・フェルベーク監督に公に批判された時期があったものの信頼を勝ち取っていき加入1期目にしてチーム最多の公式戦22得点 リーグ戦のみでは7位タイの15得点を記録する成功を収めた。加入2期目の2012から13シーズンは2012年8月12日のアヤックスとの開幕戦で早速2得点上げる好調さを見せると次のヘラクレス・ワルメロ戦でも2得点を上げ、さらに代表戦明けの9月16日のローダ・ JC 戦でクラブレベルでの初ハットトリックを達成した。 昨季の得点ペースを上回る活躍をする一方で、チームとしてはなかなか勝ち切れる場面が少なく低迷する。中、12月15日の PEC ズボレで2得点を上げ、10月28日以来にして17節目で4度目の勝利に導き、2013年に変わって、初戦のフィテスセ戦では、ハットトリックを達成。4月14日の FC、ユトレヒト戦で、 シーズン二度目のハットトリックを決めた。KNVB カップの方では、5月9日の PSV との決勝戦で決勝点を挙げ、チームの31年ぶりとなる同大会の優勝に貢献している。最終的にリーグ戦23得点、KNVB カップ8得点を記録し、リーグ屈指の点取りアとしての活躍が認められて、オランダ最大の発行部数を誇るでテレグラフによる、 ベストイレブンにアメリカ人選手として初めて選出された。サンダーランド2013年7月6日にイングランド一部のサンダーランド AFC への売却が合意に達し、9日に移籍金非公開の4年契約を締結する。8月27日のミルトン・キーンズ・ドンズ FC とのフットボールリーグカップで公式戦初得点、12月14日の チェルシー FC 戦で移籍後初得点にして、先制点を挙げた。また、自身初となる10月27日の、ニューカッスルユナイテッド FC とのタイムウェアダービーでは、得点こそ上げるこそ上げることができなかったものの、ファビオ・ボリーニの決勝点をアシストする活躍によって、スカイスポーツから同試合の最優秀選手に、選出されている。トロント2015年1月16日、 ジャーメイン・デフォートのトレードで、メジャーリーグサッカーのトロント FC へ移籍。ベルギーとの親善試合で、アメリカ代表としてプレーする、アルティドールとジャーメイン・ジョーンズ様々な、年代別代表でプレーしてきたアルティドールは、U-17 代表として 2005FIFAU-17、世界選手権に出場した後、U-20 代表で 2007FIFAU-20。20 ワールドカップに参加する。同大会では、まず、グループリーグで、U、U-20 ポーランド戦で1得点、U-20 ブラジル戦の2得点を挙げて、チームを首位通過に導くと、準々決勝の U-20 オーストラリア戦で、前半に得点し、最終的に合計4得点で、チームの3位に貢献した。U-23 代表では、 2007年11月28日に強化合宿のメンバーとして初招集され、6月の北京オリンピックに出場した。18歳の誕生日からわずか3日後の2007年11月9日に A 代表に初招集され、11月17日の南アフリカとの親善試合で65分から初出場を飾る。2試合目となった2008年1月2日の スウェーデン戦も後半からの途中出場だったが、ランドン・ドノバンが、代表最多得点記録を更新することになる、ペナルティーキックを獲得した。2008年2月6日のメキシコとの親善試合で3試合目に、して初先発出場し、代表初得点を決めた。2008年10月11日に2010フィファ、ワールドカップ、北、中米カリブ海予選のキューバ戦で、 同予選初得点を決め、続く15日のトリニダード・トバゴ戦では、チャーリー・デイビスの得点をアシストこそしたが、自陣ペナルティエリア内で、マカニヒスロップのシャツを引っ張ったことで反則を取られ、FW ・ドワイト・ヨークに、決勝 PK を決められる失態を演じてしまう。しかし、その次のグアテマラ戦では、ケニー・クーパーの得点をアシストし、FW ・フレディ・アドゥーの、 代表初得点につながる PK を獲得して、お名変上した。2009年3月28日のエルサルバドル戦で、アウェーでの初得点を決めた。4月1日のトリニダード・トバゴ戦で3得点を決め、アメリカ代表史上最年少となる19歳で、ハットトリックを達成した選手になった。2009年夏には、 フィファコンフェデレーションズカップ2009に出場し、6月24日のスペインとの準決勝ではクラブでの同僚の DF、ジョアン・カップデビラのミスをついて、イケル・カシージャスから得点を奪い、ヨーロッパ王者鬼のゼロで打ち負かした。このように、ワールドカップの前哨戦で強豪相手に得点を上げたものの、肝心の本大会では、ベスト16のガーナ戦までの、 全4試合に先発出場したが、無得点の失望に終わった。2011コンカーカーフゴールドカップでは、ハムストリングの負傷で事態を余儀なくされ、先のワールドカップでの汚名返上する機会を逸した。2013年6月2日、アメリカ合衆国サッカー連盟創設100周年を記念したドイツとの親善試合で、ボレーシュートによって1年5ヶ月もの無得点の日々から、 別れを告げると、続く、ジャマイカ、パナマ戦と3試合連続で得点を挙げ、6月18日の、ホンジュラスとの 2014FIFA フフワールドカップ、北、中米カリブ海予選で4試合連続に伸ばした。なお、この連続得点によって、ランドン・ドノバン、エディ・ジョンソン、エリック・ウィナルダ、ウィリアム・リュッベに並びアメリカ代表の連続得点記録選手となった。 8月14日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、2点を追いかける中で、エディ・ジョンソンの得点をアシストした後にハットトリックを決めたことで、連続得点記録を更新した。2007年には、ESPN のネクストアワードの候補になり、アディダスのインポッシブル・イズ・ナッシングの広告に起用された。また、EA スポーツのサッカーゲームシリーズ FIFA08、北米版の表紙に、 ロナウジーニョやギジェルモーチョアと共に起用された。ハイチ系アメリカ人であるアルティドールは2006年11月にニューヨークレッドブルーズの同僚セススタムラーや同じくハイチ系アメリカ人のジェロッド・ラベンチュールと共にグラミー賞受賞者でハイチ出身の音楽家ワイクリフ・ジョンの事前運動の一環でハイチを訪れた。その後、 ニューヨークレッドブルズのホーム開幕戦でジョンはアルティドールのレプリカシャツを着てシャキーラと共にパフォーマンスを行った。2010年1月12日に起こったハイチ地震後にはハイチへの寄付を呼びかける救援活動に参加し CNN のテレビ番組に出演した際に当時もハイチに住んでいた家族と討論し寄付をすることでハイチの人々を励ました。 2012年12月14日に起きた、コネチカット州のサンディフック、小学校縦乱者事件での犠牲者26人への追悼の意として、21日の FC トゥーエンテ戦で、自身のスパイクに全員の名前を書き入れてプレイした。ありがとうございます。